まあそんな感じで、あ、X、 あ、そう、あ、そうだ、 Twitter じゃなくなったんだって。俺らの青い鳥飛んじゃったんだって。 X、 そう、 X でつながった女と、やだな、なんか X で可愛い女とつながったって、なんかそう、やだやだな、なんか X ってやっぱ良くないと思うんだよね、本当に響きがごめんなさい、深夜なんで許してください、はい、こういうノリですけどね。なんか X で知らない女とつながったって超健全なこと言ってるつもりなのに、いや嫌ですわ。そういえば X ジャパンだ、 X ジャパン騒動もあってね。いやでも私はツイッターに戻ると思ってる。うん、もうこれあれね、ケンピの大予言、ノストラダムスの大予言の次に来る2023年、マザーケンピの大予言。そうですね、あと1年以内にツイッターに戻ります。戻る、絶対戻る。今はもうイーロン・マスクがちょっと暴走してるだけで、正気に戻る、1年で鳥は戻っていきます。はい、それでん、ツイートって何て言うんでしたっけ、あ、なんだっけ、エクシズ、うん、ツイッターが X になった、ツイートするがエクシズするになりました絶対浸透せんやろ、大丈夫、いや X が好きだから変えたわね、うん、違いますよ、飽きる、恋愛と同じ、あ、ちょっと違ったなってなるから、付き合ってみて、同棲してみて分かったけど、やっぱ元カノだなって、鳥に戻ってくるから絶対に、うん、エクシズはちょっとダメよ。なんだっけあれ、イーロン・マスクさんが X 社って場所にいるんだっけかな、で X の名前を広げたくて X にしたらしいけど、だったらお前の会社の名前を Twitter 社にしてほしいんだけどダメなのか、ダメか、イーロン・マスク、 Twitter を返してくれ、 Twitter、 ツイートと Twitter でいいよ、もうそれでいいんだ。まあでも多分ね、まあ、なんだかんだ言って戻るんで、それでよろしく。確かにね、鳥と X が融合した形のロゴになったりね、反発大きいからさ、うん、客観的に見ても多分戻ると思いますわ、よろしく。2024年7月29日までに青い鳥は戻ってくる、ケンピビッグマザーの大予言、よろしく、覚えておいて当たったら予言者って呼んでいいよ、うわ、あ、楽しい、え、スモールマザー誰がスモールね、誰が148センチ、まあ、ツイッターには戻ってきてもらって、よろしく、よし、ありがとう、話して楽しかった、ありがとうございました、ありがとうございましたありがとうございました、ありがとう